ようこそ、霊夢と、マリサの、鉄道部屋へ。さて、霊夢、今回はどんなことを紹介してくれるんだ？今回は、JR で運転されていた国鉄車両の話をしようかと思うの。お、今回は国鉄車両からピックアップか、楽しみだぜ。では、早速、今回は、これだ。国鉄型特急485系の最後。おお、485系か。485系もいろんな変貌を遂げて、人気のある車両だよな。そうね、お座敷列車とかで人気があるわね。お座敷列車として人気を誇っている車両の一つで、私は、ニューナの花が思い出深いんだ。そうね、JR 東日本千葉支社にも485系のお座敷列車があったわね。それでは、そろそろ解説していこうかと思うけどいいかな？よろしくだぜ。この485系は、国鉄時代から運用されていて、国鉄の花形車両として人気のある車両で、一般型の特急として運用されたものを中心に、転用改造やジョイフルトレインとして、485系の見た目が変化した車両まで、多くの車両たちが存在していたわ。特急、ライチョウも国鉄型特急で485系を使用し、パノラマ展望化改造を施した車両とかあって、人気を博していたよな。そうね、681系や683系に運用が置き換わるまでは、485系が運用されていたね。国鉄型特急は、デザインも良くて、すごく好きなんだ。私もよ。それで一般型の特急の他にも、ジョイフルトレインとして改造を施した、車両たちも後に出てくるようになって、485系のバリエーションが豊富になったわ。マリサがさっき言っていたように、JR 東日本、千葉支社の幕張車両センター所属として、485系をジョイフルトレインに改造したニューナの花もその一つ。この車両は、現在サイクルトレインとして運用される、209系発のジョイフルトレイン、BB ベースが誕生するまで運用されていて、快速アワトレイン、快速ビッグひな祭り、その他の路線での貸し切り列車や団体列車として、幅広く使用されていた車両だね。そうだぜ。私も一度乗ってみたことあるんだけど、すごく良い列車だったことを覚えているぜ。まだその列車のチラシも大切に残しているんだ。懐かしいんだぜ。今でもあったら、すぐにでも会いに行きたいくらいなんだよ。ただ、もう叶わない夢なんだよな。そうね、なくなってしまうのは悲しいけれど、車両の更新や老朽化というものがある限り、仕方ないのよねー。その他、リゾート U、山並み、せせらぎ、宴などなど、素晴らしい列車たちが引退していってしまった、悲しいんだぜ。房総地区に存在していた485系ニューナの花は、長野総合車両センターに廃車改装された後、解体されてしまったものね。最近の鉄道界隈で注目されたのは、485系ジパングだよな。そうね、あの列車もジョイフルトレインとして改造された、比較的新しい車両だったわ。そして、いよいよ485系の消滅の足音が来てしまったわ。それでも、現役で活躍を続けていた485系花とリゾート山鳥も、引退が発表されて、2022年10月31日をもって、花が引退。一方の、リゾート山鳥が、2022年12月をもって、引退することを発表。これにより、JR 東日本管内での485系が事実上、姿を消すことに。悲しいんだぜ。長らく国鉄の花形車両として、活躍してきた車両たちに、長い間、活躍してくれてありがとう。お疲れ様って伝えたいわ。長年、いろんな形で活躍してきた功績に、敬意を表するぜ。あの車両たちには、本当に長い間、ありがとうなんだぜ。そろそろいい時間だし、そろそろお開きにしましょうかね。霊夢、今回はいいものだったぜ。懐かしい思い出が蘇ったんだぜ。本当にありがとうなんだぜ。そう言ってくれて、嬉しいわ。みんなも、いかがだったかな？よかったら、チャンネル登録よろしくだぜ。今回も長らくのご乗車、ありがとうございました。